はい、今回はですね、大分県は佐伯市というところにやってまいりました。この佐伯という土地の地名の由来なんですけれども、この中世の時代にこの一帯を治めていた豪族が佐伯氏という人たちだったみたいで、それにちなんでこの地名が佐伯と名付けられたそうです。お気に入りの西郷隆盛さん T シャツを着て朝ヨガをしているところです。佐伯滞在中は三角わさびというゲストハウスに滞在していました。ここは横浜出身の女性の方で、和美さんというオーナーの方がやってらっしゃるお宿なんですけど、古い古民家をリフォームしてゲストハウスをオープンしています。ゲストハウスの1階にある安福さんという居酒屋さんでこの日は晩ご飯を食べました。佐伯は刺身がむちゃくちゃうまいんですよ。世界一の刺身って歌ってるぐらいなんですけど、あながち嘘じゃないと思いますね。本当にもううまい、これにつきます。美味しすぎてですね、頭をかくという謎の行動に出ております。もう美味しすぎてちょっと信じられないっていう表情ですね。3口目なんですけどね、本当に美味しいんですよ。ぜひ皆さん最近行ったらお刺身を召し上がっていただきたいと思います。平日の日中は宿で仕事をすることもあれば、最近のこういうすごく綺麗な市民ホールがあって、そこでこんな感じで仕事をしたりしてました。お昼ご飯を食べに三角わさびに戻ってきました。右側の女性がこのお宿のオーナーさんです。ここでは知り合いの飲食店をやってる方とコラボして、時々お昼のサービスを不定期にやっていました。水曜日はでもイタリアンでやってたみたいですね。昭和の子供あれですか、あのリノベ隊。あ、そう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 、そうなんですね。退屈ですね。ですそちらのめちゃこちゃんが嬉しそうそうなんだ。お昼を食べていたら横に座っていたのが、実はこの空き家対策にガチで取り組むスーパー佐伯市公務員ごっちゃんだったということが分かりました。そうなんですね。何でもワークショップって名前をつけて、ただの掃除もお掃除ワークショップって言えばみんな人が来てくれるっていうことに多分初めて、ね、世界。ここももともとは空き家だったところをリノベしてゲストハウスにしようっていう大きなきっかけを作ってくれたのもこのごっちゃんっていう方だったっていうのを聞きました。こういうガチの公務員の方がいるっていうのは本当に宝ですね。さんはまだこの生活を続けるんですよね。そう、転々とするのも好きなんだけど、うんうん、やっぱり拠点となるベースがあるのもやっぱいいなと思って、うん、そう、それをどこに、めっちゃ隣でニヤニヤしてる。もう再起しかない。はい、スカウト始まっちゃいました。全然。この子の名前はジャイアンと言います。あのオーナーの和美さんが飼ってらっしゃる子猫ちゃん、その名もジャイアンです。跳ねるのがねすごい可愛いんですよね。念願の、あ、じゃあちょっと半分今夜の晩御飯は
磯吉さんで琉球の茶漬けをいただいてます。琉球というのは大分の郷土料理で、このアジ、サバ、ブリ、カンパチといった光り物の地元で採れた新鮮な切り身を醤油、酒、みりんなどで漬け込んだ料理です。家庭によって味付けが違うようで、ここの磯吉さんは、ニンニク醤油でしたね。甘辛くて最高に美味しかったです。でこれ単体で酒のつまみとしても食べる人は多いんですけど、このお茶漬けにしてまたいただくとですね、むちゃくちゃご飯が進みます。琉球っていう名前の由来は琉球ですね、沖縄の琉球から来た漁師が伝えた料理法だったから琉球と呼ばれたとか、まあここごまを使うんですけど、その琉球あえる時にですね、醤油とか酒とかとでごまを一緒にあえるんですけど、ごまを使った料理を千利休、お茶の千利休がよく好んで使ったことから、ごまを使った調理法のことを利休あえという呼ぶらしくて、まあ、そこから琉球と名付けられたとか、まあ諸説あるらしいです。まあこの新鮮な切り身のお茶漬けってやっぱりなかなか地元じゃないと食べる機会ないんじゃないかなと思いますんで、ぜひこれも佐伯に行った時には皆さんに召し上がっていただきたい一品ですね。では佐伯のさらにディープな夜をご案内しましょう。佐伯には個性強めのスナックがたくさんあります。ここは大川小一郎というお店で、大衆演劇に惚れた男のロマンあふれるお店となっております。最後にご紹介したいのが佐伯の郷土料理ごまだしうどんの名店、みゆき食堂さんです。名物ごまだしうどんよりもむしろ癖の強い店主の方が有名という謎のうどん屋です。私はここが大好きで3日に1度ぐらいは通ってたんですけど、サクッとうどんだけ食べて出たいっていう人にとっては予想以上のタイムロスをすることになるので、あまり急いでる人にもおすすめできません。感動して帰った。本当に SF って面白いな、うん、哲学の好きですけど、はい、SF の中の世界って生き神明教がいい。あ、そうなんだ。ナウシカでユパ様みたいな話すげえ強い人が帰ってきたよ。出会うきっかけを逃す、うん、自分の欲しいものが分かんなくなっちゃう、うん、まあでもな、常に欲しいものがないといけないかどうかっていうのがまた大事だよ。物物がないといけない。葉が穴を塞いで、で枯れて、次の年にまた同じ場所に花が咲くんですよ。同じ花が、紫陽花なんか特にな。枯れ、その流れのままになっているのに、それをな、すればいいしないという選択肢があることで、うん、まあ誤作動が生まれ、そして今日本人が減っているわけですよ。楽しかった佐伯での日々も、今日が最後の夜となりました。この日は三角わさびのオーナーの和美さんが私のためになんと宴会を催してくださいました。拾われたんでしょ、拾われたでしょ今の。どういうこと、何が正解なのか分からへん。すごいミラクルがどんどん見えますよ。愉快な仲間、うまい酒、うまい飯、これ以上ない贅沢です。
佐伯の皆さん、ありがとうございました。さて、次はどんな出会いがあるのでしょうか。この電車に乗って次の目的地へ向かいます。